ペガサス。ペガサスというと白い馬で、よくアニメとかに出てくるイメージですよね。あ、ちょっと待って。これはペガサスではなくユニコーンです。ユニコーンは角がついている馬で、戦車にも登場しますが、ペガサスは羽がついている馬で、ギリシャ神話に登場します。この馬、実は怪物と神様のハーフだって知っていましたか？ペガサスのお母さんは、あの髪が蛇で、目が合うと石にされてしまうメデューサ。お父さんはあの、海の神様のポセイドンです。メデューサはもともととても美しい少女でした。メデューサはその美しさがゆえに、ポセイドンに気に入られてしまいます。ポセイドンとメデューサは神聖なるアテナ神殿で交わり、メデューサはその結果、子供を身ごもります。二人は恋仲であって、合意の上だとする神話と、ポセイドンが一方的にメデューサが好きで、メデューサは強姦されたとする神話もありますが、どちらにしろメデューサはポセイドンとの子供を身ごもります。二人が交わった場所がアテナの神殿だったことが、女神アテナの逆鱗に触れ、アテナは怒り狂い、アテナはメデューサの美しい髪を罰として毒蛇に変えてしまいます。ちなみにアテナはポセイドンの命で、おじさんを罰するわけにはいかなかったので、罰を受けたのはメデューサだけ。なんともかわいそうな話です。彼女の不幸はこれだけではありません。美しかったメデューサは怪物になり、見たものを石に変えてしまう力が与えられ、子供を宿したまま、産めなくなってしまいました。さらに彼女の首は、たくさんの戦士たちに狙われる羽目になってしまいます。最終的にメデューサの首を切ったのは英雄ペルセウス。ペルセウスは神々からもらった青銅の盾や翼の生えたサンダルなどの魔法の道具を駆使してメデューサを倒しました。ペルセウスに協力した神々の中にはメデューサを怪物にした諜報人アテナがいました。アテナは怪物を作った責任を取ったんでしょうか？ペルセウスがメデューサの首を切った時の力、真っ白な羽の生えた白馬、ペガサスと彼の双子の弟、クリューサオールが生まれました。ペガサスには弟がいたんですね。クリューサオールの姿は、イノシシに羽が生えた姿とも、普通の男性の姿とも、巨人とも言われています。クリューサオールという名前は、黄金の剣を持つ男、という意味で、彼は生まれた時から黄金の剣を持っていた、と信じられていますが、クリューサオールがイノシシの姿と思っている人は、黄金の剣は黄金の牙のことを示していると言っています。ペルセウスはメデューサの首を跳ねた後、その首を持ち帰ります。持ち帰っている時にメデューサの血が海に滴り落ち、血のついた海藻は赤いサンゴになったという伝説があります。さて、ペガサスはどうなったのか。ペガサスはメデューサから生まれた直後に逃げて、自由に空を飛んでいました。相当な暴れ馬で、しばらく誰も捕まえることができませんでしたが、英雄ベレロポーンによって捕まえられます。ベレロポーンは怪物キマエラを倒すため、ペガサスが必要でした。ここでペガサスを捕まえるのに協力したのが、またあのアテネ。アテネはベレロポーンに金の靴を渡し、それでペガサスを捕らえるように言います。ベレロポーンは水を飲んでいたペガサスにそっと近づき、言われた通りに金の靴を使ったところ、暴れ馬のペガサスはおとなしく言うことを聞きました。そしてベレロポーンは捕らえたペガサスにまたがり、怪物キマエラを倒しました。ちなみにキマエラは前半身がライオン、中ほどがヤギ、後部が大蛇の姿の怪物で、生物学におけるキメラの語源となっています。また、ペガサスはペルセウスの怪物タイズのお供もしています。ペルセウスは海の怪獣の生贄となっていた美女、アンドロメダを助けるため、ペガサスにまたがり、メデューサの首を使い、海の怪獣を倒しました。最終的にペガサスはポセイドンの兄弟、ゼウスの下で雷鳴と雷光を運ぶ仕事を任されることになりました。ギリシャ神話はいろいろなバージョンがあり、どのバージョンの話を信じるかで多少の内容は違ってきます。ある神話ではペガサスはメデューサの血から生まれたのではなく首から生まれたというのもあり、ペガサスが生まれた後すぐには逃げずにペルセウスに捕らえられ、ペルセウスはペガサスに乗ってメデューサの首を運んだというのもあります。いろんなバージョンがありますが、ポセイドンとメデューサの息子が、あの羽の生えた馬、ペガサスというのは共通しています。怪獣と神様の子供が羽の生えた馬って、ギリシャ神話の発想ってすごいですね。
もしかしたらこれはポセイドンが馬に変身できる力があり、女神デーメーテルと交わった時は馬の姿だったという話から来ているのかもしれません。ポセイドンは本当に女好きで、あちこちで子供を作っています。ペガサスはいろいろなアニメに出てきて、純真無垢な存在って感じが強いのに、そんな女好きのポセイドンと怪物との子供だなんて、ちょっとびっくりです。ということで今回はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。